2018年5月22日、突如としてこのような書き込みがなされた。彼女とディズニーランドへ行くことになりました。以前に車で行こうか新幹線で行こうかなんとなく話をしてはいたのですが、やはり車の方がお金がかからずいいと思い車で行く予定でホテルを先に予約しました。先日ディズニーへの予定を詰めようと話をした際、前日の夜中についてホテル、ディズニーランド、ホテル、帰るのプランの話をしました。すると彼女から夜中に着くくらいなら当日に新幹線で行った方が体が楽じゃないかと言われました。そこでもうホテルの予約をしてしまったことを伝えると彼女が怒ってしまいました。車を運転するのは私ですし、何が悪かったのかわかりません。お金はいつも割り勘なので、ホテルも素泊まりの安いものを選んだつもりです。何が悪かったのでしょうか？ご教授お願いします。内容じゃなくて勝手に決めたのがいけない。予約する前に連絡が必要。キャンセル可能だからとりあえず抑えただけでならそう伝えて実際キャンセルして最初から話し合う。キャンセルするとお金が発生するのでキャンセルしたくありません。彼女は着いたその日に遊べない、夜中に着くデメリットばかり考えているのでは？最初のプレゼンでメリット伝えられてればよかったね。次のプレゼンで挽回できるよう頑張れ。と思ったら勝手に決めたのか。ろくに読まずにすまんこのスレミンの意見の方が妥当だわ。車で3時間強ですが、運転するのは私ですし一泊した方が疲れが取れると思うのですが。じゃ勝手に決めたこと謝って、自分が運転すること、前日入りして体調万全で快突できることのメリット伝えてあとは当日の予定を2人で決めなさいな。2人で予定決めるってのが重要だからな。私も彼女も開演脱出するつもりはなく。と言いますか。私がディズニーランドへ行くのが初めてで、彼女とディズニーへ行くのが夢だったので、それは付き合う前に伝えてあります。付き合って半年記念で行こうと誘いました。なのでどこに行きたいとかではなくただ行きたいんです。なんで怒られたかまだわかってないでしょ？彼女は夜勤明けなので寝てるだけだと思いますし、苦労するのは私なのに正直わかりません。運転するあなたが一番疲労するのはわかった上で言いますが、同乗者としては3時間強。運転者の相手をするより、新幹線でうとうとしながら行く方が楽ですね。あと、他の方も言っていますが、予約する前に、こういうプランにしようと思うけどどうか？と彼女に了解を取るのは必須ですね。彼女としたら、車は新幹線で話し合い中だったのに、勝手に車に決められた感じがするでしょう。あなたは自分が運転するんだから自分に決める権利があると思っているかもしれませんが、ややもすると横柄な態度に見えます。私は寝ててもらっても構いません。勝手に、と言いますけど、決める日にちがなく、今までも土壇場で決めることが多かったので、泊まりはありませんでしたが、いいものかと思いました。今までは良かったのに今回はダメって、と思っています。悪いけど相手の気持ちが理解できないなら付き合う意味がないと思う。彼女も自分の考えを持った人間なんだから。どんな気持ちだったのでしょうか？彼女は仕事が減るのが大好きな人なので、決めてしまった方がいいと思いました。共通する言葉は何でしょうか？これでわからないなら見込みないわ。勝手に決めたことは謝りました。それでも機嫌が悪いまま、合意もできずその日は解散しました。どうすれば機嫌が治りますか？私が我慢すればいいということでしょうか？彼女がどんな気持ちだったのでしょうか？って彼女に聞きなさいよ。大変なのはあなたで彼女に負担はかからないって繰り返していますが、皆さんの意見はあなたが彼女の気持ちを無視していることを指摘しています。彼女と相談して決める。そんな簡単なこと、わかりませんか？彼女はあまり自分の気持ちを話しません。予約を入れる前に、マルヒに予約入れるから、希望があればそれまで返事ください、とメールするくらいできるでしょう。今まで良かったのも、彼女は本当に良かったと思っていたのでしょうか？口にはしないけれど我慢していた可能性はないですか？今回のディズニー旅行は費用も高いでしょうし、その辺で遊ぶのとは違うと思いますよ。確かにそうですね。LINE の返信も遅いし何でもいいよと言ってくれる彼女なので自分で決めてもいいと思いました。連絡はしようと思います。話通じない相手に気持ち伝えるのって疲れるもんな。彼女があまり話さないのなんかわかる。彼女はあまり自分の気持ちを話しません。でも、泊まりは嫌だと遠回しに言ってるじゃない。何を言っても結局自分の意見を通すんでしょ？でもだってして。ここでのやりとりでよくわかります。確かに朝食はどうするのと聞かれました。なので着いたら後からつけようと思っていたのでそれを伝えると微妙な顔でした。
改善をしようとしてもそんな感じだ。心が折れます。二人で予定決めるってのが重要だからな。テレスへの返しが、どこに行きたいとかではなく、ただ行きたいんです。なのはさすがにヤバいぞ。何がヤバいのかわかりませんって言いそう。何がですか？こんな気持ちじゃ謝ったことにならないよ。しかも行為もできずって彼女はあまり自分の気持ちを話しません。話さないんじゃなくて話しても無駄だと思われてるんじゃないの？あ、どうしてですか？なんてレスはいらないから。こういうのはあなた自身が考えないと意味がない。相手は言いませんでしたよ。そうなるだろうと思っているだけです。付き合っているのに気持ちを話さないっておかしくないですか？私はこんなに悩んでいるのに。そこでもうホテルの予約をしてしまったことを伝えると彼女が怒ってしまいました。この時に彼女は何か言っていませんでしたか？なんで勝手に予約するの？とか。話さないというより、話してもあなたが握りつぶしているような気もします。一気が独りよがりなのはよくわかった。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。